こんにちは、荒木商会です。今回はこちらのお部屋をお片付けさせていただきます。片付けのご依頼はこのお部屋にお住まいだった方のお兄様からです。ある日、弟様が体調不良を理由に会社を休まれました。その後、連絡が取れなくなり、心配になった会社側が家を訪問されたところ、弟様が亡くなられた状態で発見されました。その後、お兄様が遺品整理を行うこととなりましたが、弟様は親族との付き合いが全くなく、実に16年ぶりの再会とのことでした。お兄様が部屋の状態を確認され、信じられない状態だ、とても一人では片付けきれないとのことで、荒木商会に片付けのご依頼をいただきました。それでは中を見ていきましょう。中を見ると目に入るのが洗剤の容器、そして廊下には長靴、さらにその奥にも靴が見えますね。玄関の先にも靴があるのは不思議ですね。中まで靴で貼られていたのでしょうか。そして湯に飛ばす水垢やカビが見られ、トイレの水も黒くなっています。汚れが目立ちますが、今回片付け後に清掃業者が入るとのことですので、お片付け終了後の清掃は行わない予定となっています。そして冷蔵庫、通電はしているようですが、中はカビだらけですね。真っ黒になった何かが入っています。下の段には納豆の容器に粒々がまとわりつき、古くなったようなものが入っています。また割れた卵、調味料も収納されています。そしてキッチン、水回りということもあり、荒れた印象を受けます。床には飲み物と調味料、洗剤が混在しています。部屋の中を見ていきましょう。たくさんのものがあり、この部屋の中でなくなっておられました。細かく見ていくと、ゴミが積み上がっている場所、そこから空き缶やペットボトル、タバコが配置されており、布団を中心に生活空間が作られています。テレビの前で多くの時間を過ごされていたのでしょうね。机の上はタバコの灰だらけになっています。食べ物は完全に腐っていますね。その横には炊飯器がありますが、カビが繁殖し黒くなっています。生活空間以外の場所はクモの巣が張り巡らされており、押し入れには空き缶やペットボトル、調味料の空き容器が分別され収納されています。それでは片付けの様子を見ていきましょう。どうぞ。人が亡くなられた部屋にはなりますが、発見までが早かったことと、冬場ですのであまりご遺体の腐敗が進んでいませんでした。そのため今回は感染症などのリスクは低いと判断し、防護服の着用はしておりません。まずは分別していきます。先に燃えるものを中心に回収していきます。ワンルームで置き場が少ないため、溜まった袋はこまめに搬出の必要が出てきます。タバコを吸われる方だったので、たくさんのライターが出てきます。ライターは可燃性のものが中に含まれているため、他のゴミと混ぜてしまうと火災の危険性があり、必ず別にして処分いたします。オイルライターも出てきましたが、これだけ100円ライターが出てくるということは、オイルの補充が粉になってしまわれたんですかね。キッチンも同時に片付けていきます。こちらは調理器具を含めて様々なものがありますので、細かく分別、また冷蔵庫の中もきっちりと処分していきます。しかし、この黒い物体、何でしょうね。何ですかね、これ。ナスだと思われます。冷凍庫ということもあり、バナナの可能性もありますが、また備え付けの冷蔵庫がもう一箇所あるのですが、こちらが全く開きません。荒木商会の力持ちスタッフでしたら力ずくで開けることはできそうなのですが、破壊してしまう危険性もあります。無理して開けたらそれと取れしもうぞ、壊れしもうから、そこちょっと後からしたのよ、判断に迷いましたので確認をいたします。あ、冷蔵庫入れて、こうたら扉どうすっかな、あかんで。結局開けずにこのまま置いておくことになりました。無理やり開けなくてよかったです。部屋の中からたくさんの小銭が出てきました。こちらの小銭はご依頼主様にお渡しいたします。その他にも高価なものは分けておきます。衣類もどんどん袋に詰め込んでいきます。ブランド物の服が多い印象でした。身だしなみに気を使っておられたのかもしれません。布団も含めどんどんと片付けていきます。缶ビールやその他の飲み物がかなり残っていましたので、一箇所にまとめていきます。皆様はあまりご存じないかもしれませんが、開封済みの飲み物を放置しておくと腐っていったりカビが生えたりして、それぞれに悪臭が出てきます。それらをこうして混ぜていくことで、とんでもない匂いが部屋の中に充満しておりますが、荒木商会のスタッフは慣れていますので、問題なく作業を行うことが可能となっております。そして溜まった飲み物を捨てにキッチンへ。大量の殺虫スプレーがありました。飲みかけのものがたくさんありましたので、虫がたくさん出ていたのかもしれません。流れが詰まったの？どうやら初めから詰まっていたものと思われます。これは大変なことになりました。ゴミ袋で汚水の侵入を防ぎながら中をつっついてみますが、失敗。全く流れないどころか、袋の中に汚水が侵入してきましたが、慣れていると思われるので大丈夫です。しばらくつっついてみて、なんとか解消いたしました。押し入れに入っていた空き缶等も運び出し、一気に部屋の中を片付けていきます。片付け後に清掃業者が入ることになっておりますので、掃除は必要ありませんが、軽くきれいにはしていきます。蜘蛛の巣も多くありましたので、天井のチェックも必要です。キッチンは水回りということもあって、床の汚れがひどく腐って穴が開いている箇所もありました。私たちの仕事はここまでですが、こちらのお部屋はこの後も様々な人が関わり、修繕を行っていく必要がありそうです。今回のお仕事はスタッフ3名2時間半で完了いたしました。ご覧いただきありがとうございました。皆様それぞれの事情があると思います。私たち荒木商会はその事情にもしっかりと寄り添わさせていただきます。富山県でゴミ屋敷や遺品整理、片付けにお悩みの方はぜひ荒木商会にお任せください。電話番号は 0766-28-9333、 平日の朝8時半から夕方5時までのお電話、 LINE で受付をしております。詳しくは概要欄にあるホームページよりご確認ください。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。